はい皆さん毎度毎度はい美容業はねサービス業休んでらんないね連休になるとねみんながね遊んでるときね働いてると思うとねなんか疲れが出るっていうかねいやねなんかねそういう精神的な問題じゃなくてねお客様のねご来店サイクルがいつもと違うんだよね連休になるとねやっぱり休んでる方は時間があり余ってるんだよねいつもね朝来る人がね お昼ぐらいに来たりねそんな感じが今年多いかなちょっと朝寒いからあのお昼ぐらいから昼下がりこっちがなんか昼寝していい時間になんか皆さんだらだらポツポツ来る感じで今年はね自分がやってる埼玉地方はちょっと朝寒いのよ7度とか9度とか早朝はねだから朝で朝一のお客さんがやっぱり来ないかななんか朝片付けもんしたり掃除やったりなんか庭掃除したりしてね で、それからのんべんたらりと出てくるから、なんか午後集中しやすいんだよね。なんかね、いつもの連休だとね、一人来て、ポツっと来て、スッと空いて、時間がね。で、またぽつっと来て、それ、一日繰り返すんだよね。あの、ピークがないっていう感じ。まあ、いつもの連休だったらね、ポツ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 一日誰かお客さんがね、来てる。一日は来てないんだよ。 誰か来たら、まあ、空白時間があって、昼寝しようかなと思うとまた次の人が来る。で、終わって、のんびりして、昼寝しようかなと思うとまた次の人が来るみたいなね。なんか微妙に体力をそがれるじゃないけどね。でもね、5月の連休明けは暇になるからね。<laughs> 力いっぱい暇になっからね、5月の連休明けはね。毎年なんかね、 ああやばいくらい暇になるよ。まあ、これ、うちの場合だけどね。皆さんの、お店の場合はちょっとわかんないけどね。5月の連休明けね。暇になっても弱気にならないようにね。どうせや、ね。暑くなればみんなお客さんまた戻ってくるからね。気温が上昇してね。蒸し暑くなってくるとね。やっぱりカットする人増えるからね。ただまた忙しくなって、秋になったら暇になって。またすぐ一年終わりだよ。アン先生ね。初めての5月の連休。まあ、初めてって言っていいだろうね。一人営業ね。 今までね、二人でやってたのがね、一人になるとね、本当忙しいからね、予約でさ、やればなんとかなるんじゃないなんて思うけどね、で今までの感じからね、え1時にできないのとかね、2時に出かけたいのとかね、って言われると、無理にやるようになっちゃうんだよね、押して押してね、だからね、仕事中ね、エクトプラズも入ってね、昼寝でもできると楽なんだよね。<laughs> 本当にエクトプラズマ吐く暇もないとね次から次お客さんがダラッダラッダラッダラ来てねカタログ通りマニュアル通りいかないのがこの世界ですよね、まあ、常にね例外例外だからねあと生き物相手にしてると言っちゃあれだけどやっぱりお客様はねやっぱ人だからね簡単にね早めに来てくれるんだったらまだいいけどね遅刻してきたりね いつも揃えるだけのお客様がね、ま、10分か15分でね、カット終わるような方がね、スタイルチェンジしてとかね、ま、ほんにね、例外ってなるよね。で、あの、アフロの子いたじゃないアフロの子もね、朝電話があったんだよね。お母さんからね、電話があってね、今どこどこにいるってちょっと遠いとこから車で来るっつうんだよね。ほんで、ちょっと声聞くに行かなかったから、はいはいお待ちしますっつってさ、とにかく、なんじゃいつったらお昼終わろって、あいやーっつってね、来ちゃったんだよね。まあ、声の感じからしてね、 どうせ白か染め買っとくれだろうと思ったの。で、来たらね、アフロでね、あれはって感じだったね。で、まあほら、あの日は予約入ってなかったから良かったけどね。一人か二人ぐらいだったからね。ほんとね、あのアフロね、一人でやったら夕方になっちゃうよ。まあ男二人でやるからね。まあテンポよく進むけどね、あれ一人でやると疲れるからさ、本当に二倍以上時間かかっちゃうんだよね。もう、安先生。 お疲れで完全に壊れてるようで。でも、一晩寝たから今日は大丈夫かな。<laughs> 気がつくとエンジン全開になってるよね。エンジン全開にすると疲れんだ後で、いかにこうパーシャル状態でやるっていうかね、パーシャル、ハーフスロットルで。<laughs> そういえば、あの、仕事中にさ、ちょっと小腹が空いた時の栄養補給に、一滴プリン作ってたことあんね、自分はね。ただ、カルメラソース作るのがめんどくさかったりね。 作ってやればねあの忙しい時ねさっと食ってねパッと仕事できるしねまあ、ちょっとした栄養補給になるしねただ作るのめんどくさくてねやめちゃったねこカップもね10個ぐらい買ってね置いておいたんだけどねみんな1個ずつねコーヒー飲む時に使って割っちまってねアン先生もねなんか美味しいもんでも冷蔵庫に入れて さっと食べれるようにしとくといいよね。だからね、朝起きてね、仕事前にね、お財布持ってね、とにかくね、コンビニ行ってね、もうそれ仕事中にさっと食べれるようなものあさってね、ちょっと買い込んでくるといいよね。2000円でも3000円でもね。ほん <laughs> で仕事中に食べようと思ったらね、猫かなんかに食われてたりしてね、あったまくんだろうね。<laughs> 何てんで <laughs> あ。でもね、もう自分なんかやっぱり疲れるじゃない疲れるとさ、パーマの2匹中にでも寝ちゃうよね、裏で。 へへ <laughs> めの待ち時間だったら本当に寝ちゃうしね <laughs>。タイマーなかったら起きねえわあれ <laughs>。はい、お疲れ様でした。